じじはいどうもかけじゅくじゅくの野村ですさあ今回は塾長のベルプレポということで、えー、本日は東京丸の内にある聖火堂文庫に来させていただいております、えー、目的はこちら 響ききう名宝の輝静華堂文庫あっと丸の内」ということで静華、えー、堂文庫っていうのは三菱財閥を作った岩崎弥太郎の弟である岩崎弥之助と、えー、その弥之助の長男である岩崎小弥太この二人が中心となって設立した、えー、図書館兼美術館ですね。 矢野助が生きた時代っていうのは明治時代になるんですけれども、えー、明治時代っていうのは西洋文化が入ってくることによって、えー、日本文化の価値っていうのは大きく下がってしまったんですね。まあ、西洋すげえ、西洋すげえみたいな感じで言ってたら、日本文化ちょっと古くねえみたいな感じで、ちょっと価値が下がってしまったのと、あと廃物希釈っていう動きがあったので、これによってね、あの仏教美術とかがすごい荒廃してしまったっていうのも合わさって、えー、日本美術の価値っていうのがめちゃめちゃ下がってしまってたんですよ。ででで価値値がが下っってしまったので、えー、安値で買い 以外にどん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 流出していくという状態になっていうのはこれにめちゃめちゃ危機感を感じるようになって「あかん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 ,かんこのままやったら日本文化滅んでまうかな」みたいな感じで思って、えー、日本美術とか、えー、古典の書籍とかをめちゃめちゃ買い集めて、えー、保護にあたるという動きをします。 息子の小屋田っていうのもお父さんの矢之助の意志を継いでよし僕も日本美術とか日本文化なんとか守っていくんじゃということで美術品の保護に努めて東京都世田谷区に聖堂文庫っていうのを設立しましまたなのでこの聖華堂文庫っていうのは矢之助小屋田親子2代にわたる国宝7件重要文化財84件を含むめちゃめちゃ希少なお宝が収蔵されてます。 2022年の10月に、えー、聖果堂文庫の美術品部門だけを、えー、東京・丸の内の明治生命館に移転したんですよ。で新たにそこで美術ギャラリーとしてスタートするっていう形になりました。 でまあこれなんで丸の内の方に移転することになったのかっていうと、えー、矢之助とか小谷田が生きた当時っていうのは三菱財閥の力っていうのがめちゃめちゃすごかったんですよ。いやもちろん今も今もすごいんですよ今も財閥としてすごいんですけども当時はもっとすごかったんですよ影響力めちゃめちゃあってでこの丸の内っていうのは今でこそオフィス街としてこう、ね、認知されてますけれども、えー、当時オフィス街として丸の内をこう立ち上げた人、えー、開発したところっていうのがこの三菱財閥やったんですよ。なので えー、三菱の本社とか、えー、三菱関連の会社の本社が丸の内に集中してるっていうのはそういう背景があるからなんですよ、まあ、それを象徴するかのようにあそこら辺言ったよね三菱村っていうふうに呼ばれたりするらしいんですよへえー、そうなんやでいやそうなんですよ、まあ、これぐらいね全然力がすごかったんですけどもそんなところに、えー、矢野助っていうのは、えー、美術館をなんとか建てたいとずっと思っとったんですよほんまにまあ自分が美術好きやったっていうのもあるんでしょうけどもなんとかこのオフィス街にね、えー、一角に美術館を建てて、まあ、いろんな人がもっと美術品見に 来てくれたらえ,えなそれこそまあ、えー、日本の文化の象徴やみたいな感じでやりたいと思っとって、えー、ガチやったんですよほんまにガチであの設計図まで作ってたというねすごいねもうほんまに用意周到にもう本格的にやろうと思ってたんですけどもなぜかねこれはね実現しなかったんですよまあ、当時いろんな事情があったんだと思うんですけども、えー、実現しなくてで、まあ、小屋田の時も別にそれが実現するわけなくてしばらくお蔵入りになってたんですね。それがととかついにっていにうところで2022 10年の10月、えーその 願いが叶って、えー、ついに美術館が、えー、東京・丸の内の、えー、明治生命館でオープンするっていう形になったんですよでこの明治生命館っていうのは丸の内を代表する重厚な近代建築でその建物自体が重要文化財になってるっていう風なそんな知らものなんですよすごいねそういうそんなところに移転することできたなって感じなんですけども、えー、めでたく移転することができて美術ギャラリーとして10月からオープンしましたよっていうのを、えー、今回見に行こうと思います。 さあそれでは早速行ってみましょうこれね建物がでかすぎて、入り口がどこかわからんなというところなんですけど、多分ここら辺ちゃうかなと思います。ここかなちゃう。わこれは明治安田生命保険相互会社という会社になってますわ。どこが入り口なんやの。 結局ね、入り口が分からなくて、警備員さんに聞かんと分かんかったんですけど、なんかこの細い通路を、えー、ずっと入っていくらしいです。で、なんか広場があって、そこを左に曲がれば、聖火堂文庫さんに行くらしいです。今年からね、あの、移転してるので、で、えー、またちょっとね、場所案内がよう分からんなというところなんですけども、行ってみましょう。 これはちゃんと案内を書いておいてもらわんとわからんなーっていうところなんですけども。あ、でもこれがあるっていうことは聖火堂文庫近くにあるってことですね。だから通路の方をまっすぐ行きたいなと思います。さすが重要文化財の建物もですね、あのなんかいちいち豪華です。いちいち雰囲気があってすごいなと思います。 はい。えー、ただいま見てまいりました。いやー、よかったですね。新しくなった美術館にかける思いみたいなのもね、作品から伝わってくるようで、非常に見応えがありました。早速ね、レポの方をまとめていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、それでは早速進めさせていただきたいなと思います、えー。まず最初に全体的な所感とか注意点をお話しした後、えー、今回も推しの作品5点をご紹介させていただきます。えー、まず全体的な所感なんですけどね、あの、<laughs> 動画でも言ってましたけども、場所が分かりづらい。あの、入り口がね、結構分かりづらいですよ。これはね、まあ、予習してなかったら僕が悪いんではあるんですけども、いや、でも結構みんなみんなそんな予習めっちゃしてるわけじゃないと思うので、えー、もうちょっとなんかあった方がええんちゃうかなと思いました。で、えー、ちょうどね、あの、建物の中 めっちゃええマップがあったんですよこのマップをできればホームページかどっかのもっと目立つところにバーンって出しといてくれたらもうちょっとスムーズにいけたんちゃうかなと思うんですけどもそれをパシャッて写真撮ってきたのでちょっとねそれを一緒に共有しながらご紹介させていただきたいなと思います。それがこちら はい、これがね、まあ、分かりやすいマップかなということなんですけど、まあえー、ご紹介するとこの地図でいうと、えー、右上あたりになるところラン街になりますけどそこに東京駅があるんですねで、まあ、そこから歩いてきて僕は日比谷通りをずっと歩いてきましたよというところなんですよなのでまあ最初「えー、美術レポー」って言ってたあれは、えー、これ日比谷通りと馬場先通りのちょうど交差点あたりぐらいのところに立って、えー、ご紹介してたんですよ なので、えー、馬場先通りを下っていって、ね、このパサージュという細い道を通って入っていったところが青果、えーまあ、道文庫のところになるので、まあ、あの行き方ではあってはいたんですけどまあちょっと分かりにくいなとで、まあ、東京駅から来るのであれば、えー、素直に丸の内中通りというあのところを通った方が、えー、入り口としてはめっちゃ分かりやすかったんやなってあのこの地図見たら分かりました、えー、中通りエントランスっていうのがあるので多分こっち僕入ってない,ってないか分からないですけどもここめっちゃでっかい多分エントランス。 エントランスって書いてるぐらいやからねあのパサージュよりかは、まあ、もちろん入り,あの入り口感はあると思うのでえここから入るのが一番分かりやすかったんやなということなのでえ東京駅から来られる方はえ丸の内中通りを素直に通った方がえいいと思います。はい で予約なんですけれども、一応、この展示会というのは、サイトがあって、予約ができますよっていう風になってたんですね、で僕はまあ事前予約していったので、まあ、すんなり入れたんですけども、別に予約してなくても、当日、そこの,あの受付で、えー、券購入して入るということもできるようです、まあ、ただ、あの予約した方がスムーズかなと思います、混み具合とかあると思うので。 でえー、ロッカーはありますロッカーありますあの受付の奥側がロッカーになるので、まあ、これはあの普通に、えー、見落とすことはないかなと思いますのでご利用したかったら、えー、利用していただければなと思います。 で今回の展覧会っていうのも解説のナレーションのやつを借りたんですけどもこれがねめちゃめちゃ良かったです。あのもちろんあの何作品に対しての解説っていうのももちろんもちろんあるんですけどもあのそれよりも聖華堂文庫がどうなって、えー、こう今になってるのかっていうことに関して結構厚めに、ね、情報を頂い,いてたのでこう解説してくれてたのでこれがね非常に良かったなとっていうのはねあの作品に関しては結構勉強していくんですよ僕も行ったんですけども聖華堂文庫が何でこう今まで で、どうなって、こう出来上がって、で、なんでここに、あの、引っ越してきたのっていうのが。そんなに言うても、あの、知らなかったというか、全然知らなかったんですよ。で、普通そうじゃないですか。あの、展覧会行きますって,言って、その美術館の、歴史から調べる人、相当マニアックだと思うんですよね。なので僕も、まあ、聖華堂文庫が移転したんや、ふーんぐらいしか思ってなかったんですけど。そこには、結構ドラマがあったんやなっていうのはね、あの、今回の解説を聞いて、非常に分かったので、だから、今回も。あの、矢之助とか、小谷田のことに関して、結構厚めにね、ご紹介しているのは、そこで、得た。 あの治験というか、えー、あれやったんですよ。情報やったんですよ。なので、まあお話ししたいのと、それを分かった上で、作品とかこの成果堂文庫を見ると行くと、あの非常に感動が等しおい。もうすごい倍化されてね。栄養になるかなと思ったんでご紹介させていただきましたで、えー、この解説の中で。 特特別別ゲゲスストトの解説があるんですよ特別ゲストそれ誰かっていうと青果堂文庫の館長をされている河野さんなんですよねあの河野さんっていう方はこの美術業界日本美術業界においては重鎮の方なんですよあの大体あの本もめっちゃ書いてるし何かのことを調べようと思ったらあのぶち当たることが多い方なんでねで僕もあのリン多分ねリンパのことを専門的にやられてる方なんかなと思うんですけどあの鈴木キーツをやった時に、えー、鈴木キーツに関する本なんかなかないんです 鈴木貴ってあんまあの専門的な本って少なくてあんかないかなっていう時に河野さんの本を読んであなるほどそういうことなんやって結構勉強になったことがあったのでまああのそ,その方がまさかその時はねただ本書いてるあのねあの教授なんかなと思ってたぐらいだったんですけどまさか聖火堂文庫の館長をされててしかもその方がナイレーションもしてくれるということでおまマジかよすごいなみたいな感じでびっくりしましたでこれがねこの解説がなかなかね熱がこもってていいんですよ普通ねあのナレーションとか解説って あのね、プロの語り手の方がフラットにねファーと聞きやすい感じであのお話ししてくれる、まあ、それはそれでいいんですけどもその中のスパイスとして河野、えー、館長のめちゃめちゃこう熱こもった愛情こもったいろんなトークっていうのがねめちゃめちゃ面白かったですねあの味がしました。 まあ、おそらく伝えたいことっていうのがいっぱいあったんでしょうね矢野助とか小ったとかに関して三菱に関してとかも非常に熱をこもってお話ししているので、えー、このナレーションというのはおすすめなので是非ね、えー、借りて,聞,いて聞きながら作品の方を見ていただければなと思います。 で部屋っていうのは四つになります。えー、ギャラリー一二三四っていう形で、えー、ギャラリー一だけがちょっと分離してるんですね。でギャラリー二三四っていうのは連続しているので、まあ一を見終わった後部二に入ってそのままあの素直に回れば二三四と全部見ることができますので、まあこれはねあの普通に行ったら大丈夫だと思います。わ、まあ、あえてもう無視しようと思わん限りはどこも全部四も全部見れると思います。まあ、入り口は一二三はあるんですけど四は確か入り口がなかったと思うので三から連続 なながっていくような形になるので、えー、まあ気をつけてねというほどでもないですもん普通に行けばあのあここもあるんやなってっていうかそこに要点変目があるからねあの主役を B 品で買える人まあおらへんと思うので普通に行けば大丈夫です。はい行けますで 建物自体はね非常にククラシッででめっっちゃ綺麗かったですね。聖火堂文庫自体も多分あの建て替えとかいろいろちょっと増築とかいろいろしたんだと思うんですけどめちゃめちゃ綺麗かったですねめっちゃこう豪華みたいな感じできらびやかって感じであこれはなんか美術品をこう展示するのにふさわしい作りになってるなっていうのでう美術館の作りに感ここまで感動するっていうことはあんまないんですけどさすが重要文化財の中にある美術館の作りに なんだなという感じがしました。 でえー、この明治生命館っていうのは建物自体が重要文化財なので、えー、他も見ることができるんですよこれねあのー、行こうと思わないと多分あんまり行かない人多いんですけど2階に行けるんですようん2階で二階からの眺めっていうのもこれまたね、えー、結構壮観なんですねでまあ2階に行くのになんで、あのー、行こうと思わないとっていうとエレベーター使わないといけないんですよ僕もあの2階行けるはずやのに行かれへんなと思ってあの受付の人とか警備員さんの方に「すいません2階行くのどうしたらいいですか?」って聞わざすわた 聞いてでなんかっらそかか、ね、<laughs> れをこう一から何も知らんと乗ろうかと思う人なかなかまあおら乗っちゃうかなっていうようなそんなエレベーターに乗ってで2階行って2階からそのホワイエっていうのも見れるんですよただちょっとねあの立ち入り禁止になってたのであのちょっと建物の一歩引いて窓ガラス越しにちょっとこういうふう感じで見るような感じですけどそれでも見ることができますで。場所によっては 何て言うかな。違うあの フロ,フロアというかなそこの2階も見ることができるけ二2階から何が見えるのかっていうと普通に働いてる人のオフィスが見えます。<laughs> っていう感じあのー、ここねあの明治生命館にはあの会社が入ってるんですよ何個か。でその会社の、えー、こう吹き抜けになってるから働いてる人たちのオフィスが丸まま見えるんですよ。いやだ働いてる人めっちゃ緊張するやろなと丸めっちゃ上から監視されてるって感じなんですけども、まあ、そんな感じになってちょっと変わった感じの作りなんですけどこれがまた良かった面白かった あったんですよで天井の造りとか柱とかもねめちゃめちゃこうなんかギリシャのなんか神殿かっていうような感じで作られてるのででなんかね、あのー、会議室とかも見えるんですけれどもそこはねなんか半沢直樹の会議室の,あの東京中央銀行みたいなあんな感じなんですよ。それがねめちゃめちゃクラシックでめっちゃ良かったのでこういうの好きな人っていうのはめちゃめちゃ楽しめると思いますので是非、えー、ね青果堂文庫行った後でもいいんで、えー、寄っていただければなと思いました。 はい、それでは続いて推しの作品5点をご紹介させていただきます。まず最初がこちら。新南品の老舗収容図。 ということで新、えー、新南南やってままいりました新南平これがね見たかったんですよ僕はあのー、前ね、えー、いろんなところでこれご紹介してるんですけども新南品は江戸時代の中期ぐらいだ徳川吉宗さんの時に、えー、中国から渡ってきてくれた画家なんですよ。あのーまあ、簡単に言うと徳川吉宗の、えー、無理難題を実現するために、えー、中国から渡ってきてくれた、えーまあ、キレれキレの絵師やったっていうのが新南品さんなんですね。 でその新南平さんが長崎から渡ってきて長崎から出て行ったんですけど2年ぐらいしかおらなかったんですけどね2年ぐらいなんかいろいろ教えてで出てまた帰るわ出て中国に帰っちゃったんですけどその2年間に教えた影響っていうのがめちゃめちゃでかかったんですよ。それからねうわーって長崎からこうで京都とかそれこそ江戸までいろんな絵師が、ね、こう影響を受けるっていうふうなそんなセンセーショナルなもうムーブメントを起こしたっていうのがこの新南平何がそんなにすごかったかっていうと、えー、写実的な描き方やった あの西洋の写実的な描き方ではなくて東洋画の写実的な描き方これがなかなかに今までの日本の中の画風ではなかったんですよ。っていうので「すげえすげえなやこれは」みたいな感じでいろんな絵師がねあの影響を受けたんですよ。それこそ丸山王家もそうですし伊藤寂冲もそうですしでまあ谷文晁とかも影響を受けましたしということでほぼほぼここら辺の時代で影響を受けなかった絵師はいないだろうというような画風がこの「新南品」やったんですね。の作品が見れるっていうことでめちゃくちゃ めちゃ楽しみに行って見たらやっぱり良かったねっていうことなんですよ。いやほんまにあのまあ、この作品何なのかっていうと。 まあえー、植物描かれてますよとで下に猫ちゃんいますよとで猫が何か狙ってますよっていう図なんですけれども、まあ、この植物がねトロロアオイっていう植物と朝顔なんですけれどもまずねこれ朝顔の花の色めちゃめちゃ綺麗かった、うんあのー、江戸時代中期に描かれた色なの本当にっていうもうちょっと色あせてるもんちゃうと、ね、思うぐらいでめちゃめちゃ綺麗かったこれがねあーすごいさすがやなとまず思ったのとで猫がねめちゃめちゃ写実的でした。うん あのー、まあ、透明ではね、これね、わかんない。だ画像で見てもね、多分あんま伝わらないんですけども、厳密を、えー、見ると、めちゃめちゃ細かく書かれてます。で、えー、目の鋭さとか、こう、猫ってこう柔らかそうな、あの柔らかいあの動きをするじゃないですか。体とか体つきとかも、ね、高いところから落ちても、フルク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 ルシュワって、なんかとあと落ちる、落ちるような動き、ね、軟体的な動きあるじゃないですか。ああいう、なんか柔らか感が、めちゃめちゃ表現されてました。 で目がねめちゃめちゃ真剣なんですよギラギラしててなんや何やなんやと思ったらこれねよーく見たら、えー、虫がいるんですよカミキリムシがいてこの猫はそのカミキリムシをめっちゃ狙ってるんですよ。やーって飛びかかろうとするこれ一瞬のこうかジャンプするぞだっていうグッとしたグッとしたかな。 した感じをめっちゃ表現してるんですよ。ええー、どうでしょう。いや、ほんまにそうなんですよ。あの、このぐう一しつしずみが書かれてるんですよ。こ感じれるぐらいの、えー、写実力やったんですよ。すごくねそんな体のぐうをかけるって感じなんですよ。表現してんのよ、本当に。いや、僕もこれを見て、うわ、すっげえ真ん目。あ、そらね、当時の人たちはそらビビルはこんなの書かれたらそらなーってなってしまって思って、めっちゃ面白かってあのテンション上がってしまったというお話なんですよ。いやでもこれはね、めちゃくちゃよ。 良かったです。で、あのー、まあ猫ってなんで猫書いたのかなと思ってたんですけども、あの吉祥画題やったらしいんですよ。あのまあおめでたい画題とまあするかめとかとか同じような意味合いやったらしいんですよ。なんでかっていうと、えー、向こうで言うと猫って猫って発音するらしいんですよ。猫中国で言うと猫とで、えー、同じ発音する言葉でオ、えー、いボレルのボレルっていう感じがあるんですよ。なんか老人の老に毛って書いてボレルっていう感じがあるんですね。 これが、バオって発音するので、まあ日本で言うと、おいぼれるってなんか、いい意味じゃないんですけども。えー、向こうでは、なんか、それが長寿を意味するという、あの、感じらしいんですね。これと通じるから、あ、この猫っていうのは、長生きの象徴やみたいな感じで、えんげなみたいな感じで。描かれることがあったらしいんですよ。へえ、なるほどね、あ、そういうことなんやって。すんごいなと思いました。確かにね。あの、猫描いてるの、結構あるんですよ。昔の中国もそうですし、日本でも、まあ、猫描いてるのはあったんですよ。まあ、ただ可愛いなあ、で描いてるのは、かなと思ってたんですけど、結晶的な意味。 意味があるっていうのは初めて知りました、うん、だからあの先週か先週,あの先週やったかな山種美術館で、えー、行きましたよという動画をアップしてるんですけどもそこで竹内栖鳳が、えー、もう中国の,そのなんか、えー、皇帝が猫描いたのが、えー、飛び出てきたみたいに感じたみたいな話のくだりがあるんですけどもその中国の皇帝も猫描いてたんですけどもそれは、えー、吉祥的な画題の意味があったんやなってその時につながってあ なるほどってめっちゃあの納得感があってあすごいああはあは,あはみたいな感じで思いましたまこういうふうな感じで結構発見があったのとなんせやっぱりこの写実力というか表現力がすごいいいなっていうのとあと状態めっちゃ良かったうん江戸時代中期に書かれたものやのにえー、本当に全然傷とかシミとかもほとんどなんかまあそれ手入れしてるんでしょうけどにしても綺麗に残ってるなっていう感じでこれはね見に行って良かったなと非常に感動しましたはい。 はい、で続いてご紹介したいのがこちら本阿弥光悦の草木摺江新古今秋和歌館。 っていう作品になります。紙そうやけどね。えー、本阿弥光悦でございます。本阿弥光悦。本阿弥光悦っていうのは、えー、リンパの、まあ、元祖琳派そうというふうに言われてまして。ええー、俵屋宗達と、えー、コンビ比を組んで、いろいろ作っていきましたよっていう感じなんですね。で、まあ、絵描きではなかったので、絵描き部門は、まあ、俵屋宗達がやってて、えー。それ以外のマルチアーティストとして、本阿弥光悦っていうのは、えー、有名なんですね。もともと刀の鑑定とかをやる家のところで生まれたんですね。で、裕福やったっていうのもあって、めちゃめちゃ。 ビガン聞いて何でもでもきた小、うんまあ、まあが一番有名なんですけども陶芸とかあと漆とか,、まあ、なんかそういう系の、まあ、何らか何でもできたマルチスーパーマンやったっていうのが本は未弥光つだったんですよ。で正直言うと僕はあんまり小は分からないんですよ。うん、まあまあ勢いあるなとかなんかいい字やなみたいな感じのことは感じはするんですけども、えー、絵画ほどそんなによく分からないんですけども、えー、こちらの作品っていうのはすごく良かった。なぜかというとう、えー、下の,あのショー画 神って言ったんですかねその漁師って言うんですけどもそれとのコンビネーションがめちゃめちゃ良かったですはいあ これぞ元祖リンパなんやっていうのをすんごい分からせてくれた作品がこちらになりますね。あ、まあ、これね、あの漁師って言いますけど、絹に書かれてます。絹なんですね。あのー、日本画って、まあ、日本画っていうか日本の絵画って、あのー、絹やけど神って表現すること多いんですよ。だから、あの、掛け軸の作品の、あのー、ところを本師って言うんですけども、これ絹でも本師って言うんですよ。神って言うんですね。と同じで、えー、これ漁師っていう、あのー、書かれてるの漁師って言うんですけども、えー、絹ではあります。まあまあ、それ余談として。で もうこの漁師にあのいろんな装飾がされてるんですね。まあ、これやったら、えー、金で、まあ、いろんな模様デザインをこうしてるんですけどもこのデザインがすごい良かったんですよ。うん、あのリンパっていうのはもともと着物の衣装とかデザインとかああいったものを絵画の世界に持ってきたら面白いよねっていう風な発想から、えー、発展していった。 画派なんですねただ昔でいうと京都っていうと、えー、王朝の、えー、貴族の生活があの文化があったじゃないですかで貴族とかのねあの衣とかもうすごいきらびやかじゃないですかね雅じゃろうとかなんかやってそうじゃないですかあのあの何うちわとかあのセンスとかああいうデザインっていうのが、えー、絵画とは言わないんですよねあのデザインなので、えー、まあ服の、ね、着物の柄とかもあれはデザインとは言うけど絵、えー、とは言わないじゃないですか、まあ、イラストレーションみたいな感じでもそういうのを絵画の世界に持ってきたら面白いよね っていう発想からだん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 こう移行していって移し替えていったのがまあリンパなんですよ。の元祖が俵屋宗達とこの本阿弥光悦だったんだよというところのそれが見れたんですよ。あのー、この なん何,何ていうかね、両親に松とか、えー、富士とかツタとかそういうのがいっぱい書かれているんですけども、これがね非常にあのなんていうか装飾的だったんですね。まあ連同じようなモチーフが連続していくんですよ。あのき、えー、着物の柄とかもある一定の文様が何個かこう連続していくんですね。あ同じのが繰り返されていって、あのまあデザインとしてこう使われるんですけども、そんな感じでこれも。 あの、金で、え、松とかが、こう、連続して、ある一定の形がずっと連続していくっていうのが見れて、それの、え、あくまででもそれは、引き立て役なんですよ。小を引き立てやるための、え、装飾にすぎないんですけど、このね、微妙な、こう、グラデーションというか、マッチングが、めちゃめちゃ良かった。あー、なるほど。これがリンパというのか、これが元祖リンパというのかっていうので、めちゃめちゃ感動しました。まあ、あの、これは、俵屋宗達が下へ、漁師を書いたわけじゃないんですけれども、え、この漁師、 を作るののががめちゃめちちゃゃうまかったのが田原屋総達なんですよ、うん、で、えー、それを見込んで、えー、こう本鴨越とめっちゃコラボした作品っていうのがいっぱい残ってますよっていうことなんですね。っていうのの、えー、まあそういうふうな雰囲気がめちゃめちゃ感じ取れる作品でああこれはええなっていうふうな感じで感動しました。<noise> はいで続いてご紹介したいのがこちら。堺法一の得手鏡 とということで、えー、まあ絵手鏡っていうのが残されてるんですけど酒井法律のそれ何なのかっていうとまあ簡単に言うとネタ帳です、はいえー、スケッチブックみたいな感じで酒井法律が、まあ、こんないろんな画風を吸収してたんですね酒井法律って、まあ、あの一番まあ、まあ、の吸収してたのは大型降臨前代の前代というわけでもないけども、えー、二代目リンパみたいな大型、えー、降臨を試縮して大型、えー、降臨の、えー、作風とかをめっちゃこう手帳に残しましたよっていうのがあるんですけどそれ以外の作家の,あの作品っていうのもめちゃめちゃこうラーニングしてたんですよ。あの れるももんんなんでもパクったんぞという貪欲やったのねで、まあえー、いろんな作品をこう書いてメモしましたよメモじゃないけど、まあ、まあネタ帳に書き写しましたよっていうのがこの絵手鏡ということで一、えー、点だけじゃないんですよいろんな作品の集合体がこの絵手鏡というふうになります。 でえー、その全部をねさすがに紹介する場所がないのでもう全部紹介しようと思ったらもうその絵手鏡店になってまうからねさすがにそういうわけにはいかんので何個かをピックアップして、えー、ご紹介するっていうことでその中で、えー、ち,ょちょっとすごいなあの興味を引いたのが、えー、こちらの黒楽茶碗とナスびなんですねこちらがねめちゃめちゃ印象に残ったんですよ。あのまずね、えー、黒楽茶碗なんですけれどもあの茶碗ってなんかこうすごいムラがあったりするじゃないですかなんていうんですかね釉薬とか言ったらいいんですかねわかんないです けど、なんかいろいろムラとかデザイン的なのがあるんですけども、それを炭の滲みを使ってうまいことを表現してるんですよ。これはなかなかエロいなと思ってね。で、えー、この器の手前側の方、あのー、ここ手前側の方の表現を。 これね、あの,墨のヒッチででて描いているだけなんですよ。これあのまあ、英語の「C」みたいな感じふわってこう書いてるだけでこの立体感を表現してるんですよ薄墨使ってすごいなこれふわってしてるだけなんでこれ,これもうあの現物見て間近で見たらその感動がわかりますめっちゃシュッて書いてる一回ふわってする「C」書いてるだけやのにこんな立体感になってるすごいなとであとまあ味付けで、ねえー、黒,黒いところと濃いところとかをにじみでふわって書いてこんなこう,もう茶番の質 質感もめちゃめちゃテクスチャーをね、えー、表現しているっていうのがこれはすげえなさかい法一さすがやるやないかって思わせてくれた作品ですこれはね非常に良かったですで、えー、次がナスビになるんですけども。 これはね、なすび自体の表現もいいんですけども元ネタがあるんですよ元ネタそれが、えー、伊藤若冲の「源歩洋歌」っていうすりもんがあったんですねいやあの伊藤若冲っていうのはすりもんも結構やってたんですけどもそのすりもの集から結構アイデアを得て酒、えー、井鉱一がラーニングして、えー、アレンジした作品というのがこの絵手鏡の中に何個かあるんですよ10点ぐらいあるのかな10点ぐらいあってそれのうちのどれか見れたらええなーって僕思ってたんですよ、まあ、一番有名なのがカエルのやつなんですけどもカエルはさすがになかったんですけどもええー それ以外なんかないかなと思ったら、この夏びやったんですね。おぉ、これ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 、伊藤若冲をやっぱリスペクトしとって、あこれやっぱ、やっぱね、あの、酒井法悦も、あのーで、たすごいやつを見たら、もうビビビってくるんでしょうね。ワクワクしてきちまったぞみたいな、ドラゴンボールの極みたいに感じるんでしょうね。で、見て、伊藤若冲のそのスリボン見て、おビビビ、こいつ面白いなと思って、俺なりにちょっとラーニングして吸収したろうっていうのが出来上がったのが、この夏日ということで、ね、めちゃめちゃ面白いなと。 であの特徴としては伊藤若冲ってあっぱ パとかを書くときに、まあ、書いたり、まあ、擦りもんにするとき、まあ、表現するときに、あの、虫食いの穴とかも表現するんですね。で、本来は、これ、虫食いの穴とかを表現するんだ。あんまり縁起良くないんですよ。なんか、ちょっと病気みたいじゃないですか。で、えー、まあ、例えば、昔やったら絵描いてくれって言われたら、あの、見た、オーダーされるもんじゃなんですね。例えば、まあ、殿様から絵描いてくれとか、えー、なんか偉い人から絵描いてくれって言われて、絵師は絵を描くから、その。 相手先がいるのでそんな縁起の悪いことを書いてはいけないので普通はそんな葉っぱの虫食いとかは書かなかったんですよ。かかなかったんですよちゃんとした葉っぱ書いてるっていうのが普通やったんですけども、えー、その伊藤若冲っていうのはボンボンやったから。 うん、ボンボンやったからあの別に注文主のために書くってことはあんましなかったもう、まあ、書いたこともあんねんけども、まあ、そんななかったので別に嫌やったらいいよってぐらいの部分もあったり、えー、その虫食いがある姿っていうことが、えー、一番あの自然じゃないかと。 ね、自然のものっていうのは生まれて、えー、こうどんどん成長していって今度老いが来て、えー、まあ朽ちていってでまた新しいのに生まれて,てこう循環をするもんだよっていう仏教観を非常に、えー、井戸若冲っていうのは大事にしてたんですよ。めちゃめちゃ仏教とか禅とかを大切にしてたのでそういうふうなイズムを、えー、こういう絵画で表すときに、えー、穴あってもええやんそれ自然やんそれこそが美しいんじゃないかみたいなそういうふうな考え方があって穴を表現するっていうのがめっちゃ多かったのが特徴的やったんですよ。 でえー、それを見て堺法一は、えー、そのままするのかというとそうではないことが多かったんですよ。これ原保用価でもあのカエルの絵を見た時もあの葉っぱの穴とかはきれいに修正されて堺法一は、えー、オーソドックスにしてたんですけども、えー、穴なしで描くことが多かったんですけどもこのナスビに関しては穴をそのままトレースしてるんですよ。へ、えー、な,なんでこれだけ穴一緒にやってんのっていうとあの多分ね これは面白いと思ったと思うんですよ。なぜかというと、えー、この葉っぱの、じゃ、あの、弱地の方ね。葉っぱ。 の穴を通してて、えー、のなすびの茎みたいなんか写ってるんですよだから穴を通して遠近感をこう表現してるって言うんですかね奥,奥にある茎を表現してるというこの穴を穴から見てる茎がすごく面白いと思ったんだと思うんですよ。うわっルハ発想あるこれしかもねあのすりもんなんで別にその陰影法とか使うことはできないので距離感なんか表現できないけどここで見事に表現してるやないかっていうのに多分感動したんやと思うんですよ。で、えー 高い法律がナスビを描いた時に、えー、その穴をちゃんとトレースしてるんですよトレースしてあの茎みたいなのを描いてるんですよこれがねわおもろいなそこそこはやっぱり反応したんやね坂井さんみたいな感じで、ね、そういう風なのが見て取れてめちゃめちゃ面白かったので、えー、こちらもねまた展示されていると思うのでぜひ見に行っていただきたいなと思いますはい、えー、続いてご紹介したいのがこちら 天天目、目稲葉天目でございますはいきましたこちら今回の展示会の目玉商品でございますね、えー、僕が茶碗を紹介できんのかって話なんですけどね <laughs> あの専門ではないんですけどでもね、あのー、うちのスタッフがね言ってたんですよ展示会行く前にいや常務あのー、僕常務なんですけどもあの,ジョブあの別にそのね予備知識なくてもその曜変天目茶碗を見るだけで、えー、すごい宇宙を感じれますから「はっ、あ、宇宙や!」ってなるから、えー、ぜひ楽しみに行ってくださいって言われたんですよ。まだ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  そんだけハードル上げて大丈夫かみたいな感じでどんなもんやって見たら「宇宙や」って思うぐらいほんまに良かったいやほんまに宇宙のような感じはしましたあの青色の器なんですけども青ってこんなにきれかったっけで青ってこんなにいっぱい色あったっけなって思うぐらい普通にシンプルに美しいと思いました。 うん、綺麗なあと思って、まあ、いろいろね光こう見え角度によって見え方光の加減によって青の光が変わるんですけどこれがねまためちゃめちゃエモくて綺麗なうわーって思えるようなそんな作品でした。まあ、例えて言うならね、あのー ラピュタっていうかジブリねジブリ好きな人てたら分かるかもしれないですけどジブリのラピュタで飛行石っていう石があるんですよなんかまあそれも撮ったら空飛べますせみたいな、まあ、簡単に言うとそんなあの石があったんですよそれがえ暗闇の中とかでまあめっちゃ光ったりするんですけどもそんな感じのようなえ綺麗さ美しさ高貴さっていうのを感じれるようなえ茶碗でしたねこれはなかなかすごいなとでえこの茶碗の中になんか粒々がいっぱいあるんですよね気泡みたいなのがあるんですけども これがすごい綺麗ですよ。でそれが、えー、こう気本の違い色の違いとかをこうずっと見れば見るほどどん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 ああ吸い込まれるみたいな感じで、えー、めちゃめちゃそのシャワーの中にこう目が吸い込まれていくみたいな感じで不思議な世界観があるんですよ。ここれれははねほんま面白かった。これはすごい。あの あの歴代の持ち主がはまっていきましたよっていうのもよくわかる、あのー、これはね、えー、小屋田さん小屋田さん岩崎、えー、小屋田さんね小屋田さん小屋田さんが、あのー、持ってたんですけども、えー、生涯これで茶碗を飲むことはなかったらしいんですよいやいやもうこんな恐れ多いこれはね私ごときが使うようなお茶碗ではございませんもうこんなはね立てて使う実用品として使うにはも,うもったいないもったいない私なんか使ってはいけませんこれはもうちゃんと飾り立てますってあがめ立てまらなければいけないような ちゃん言って使わなかったというのがこの「曜変天目」なんですよ。すごいね小屋田さんがそんだけ言うぐらいの茶わやからでそれはすごいなというのもすごく納得しました。なんせこれ世界に3つしかないですからね3つほんまにもうそれが見れたというのでめちゃめちゃ感動しました。 でこれは余談なんですけどもあの、まあ、もちろん洋変天目はお土産では買えないので洋変天目っぽいものを縫いぐるみにしたお土産っていうのがショップで売ってたらしいんですよ。まあまあ高い5,800円ぐらいする縫いぐるみがおかれあの売られてたんですけどもこれ作った人すごいんですよ。う <laughs> それ作ろうかなと思って冒険やと思うんですけどね売れんかったらどうすんねん。だっいづらかったらどうすんねんと思うんだけど、まあ、頑張って作ったんでしょうね。そそそれがが爆当たたりしちちゃゃっっっっみみんなそのの見てててううわーってテンンション上がってそのぬいぐるみをめっちゃ買う人 続出になったらしくて生産中止というかあの売り切れになってあのもうリピートオーダーできませんということでもうこれは、えー、増産する予定はないので、ま、もうここで残念です終わりです売り切れですっていうふうな状態になったっていうぐらいですごいよそんな勢いやったんやっていう、まあ、それはね成果道文庫がねあの明治生命館に移ってきての初めての展覧会ということでまあ最先ええんちゃうかなという感じがしましたねなんかついてるなというかまあね、えーこうえー、矢野輔さんとか小山さんとか さもう頑張って頑張って写、えー、すんじゃんっていう思いがねこう乗り移ってるかのような感じでそれはそれでなんかめでたいなっていう感じで面白いエピソードだなと思いました <noise> さあいよいよラストの5点目の作品になります僕がね一番心惹かれた作品っていうのがあるんですよこれはねすごかったっていうのがあるんでご紹介したいのがあるので、えー、今からねご紹介させていただきますそれがこちら <noise> はいえー、堺芳一の「波み屏風」ということで いやー、これがね、ナンバーワンでした、僕の中でも。めちゃめちゃ、もうその多分で、前で1時間ぐらい僕立ち尽くして、いろいろ、いろいろ、こう、こう、こう、みたいな感じで見てたと思う。っていうぐらい、周りからしたら変態、変質者やなと思うかもしれないけど、いや、でもそれぐらい、ふえー、うわ、すげー、とか言いながらめっちゃ見てたと思う。っていうぐらい、めっちゃ良かったんですよ。まずね、 あの、めっちゃでっかいんですよ、これ。まあ、めっちゃでっかいという、まあ、屏風の中では、ばばば、でかい系の屏風なんですけれども、あの、想像していたよりも迫力があったっていうことですね。あの、まあ、 大きちっちゃいからなんかこのちっちゃさでその波のちっちゃいのがファーって書かれてるだけやったらあんまり凄さ伝わらないんですけどこれがで実際のリアルの大きさを見た時にほんまに波に飲み込まれるんちゃうかっていうぐらいの勢いがブワッシャーってあったんですよ。これはね凄かったもう最初うわーってもうびっくりしました。 でえー、これは琳派の中では珍しいってよく言われるんですけど銀の銀字で書かれてるんですね銀箔に書かれてると。で、えー、なんで銀箔かっていうとさ唯一琳派の中で銀に固執したのが、えー、堺法一やったんですよ。で、うん、言うたら堺法一っていうのは金の茶室が大好きな豊臣秀吉に対する、えー、渋好みの千の利休みたいなどっちかっていうと千の利休派の方が堺法一やって、えー、んな,もなんかすごい渋いのが好きやったんですよ。で 銀っていうのも渋いのあれよね、まあもちろん。もちろん金の作品も書いてるんですけども、えー、それと同じぐらい,いやそれ以上に銀の作品っていうのにすごいこだわって、えー、詐欺対策を残しているのが、えー、この堺法一だったんですよ。でその銀がすごい良かったです。うん銀あのー、この銀で、まあ、月の夜の、えー、波を表しているとも言われてるんですけども、まあ、確かにそれも分かるなっていうのと、あのー、重みがねめっちゃきた。うん あのまあ、金,金はどっちかというとね明るいから、あのー、ちょっとね軽く感じることがあるんですよ。 重みという意味ではあんまりどっちかあでやかな派手な洋的なイメージが強いんですけども、えー、銀っていうのは、まあ、見た渋いじゃないですか暗いじゃないですかっていうのが逆に重みとなってドスッと来ましたグ、うん、スッと来て墨のこう稜線がゴンって来るのでこれは俺はなかなかもういただきますありがとうございました酒井さんっていう感じで酒井宝月のことが余計好きになったこれはなかなかっていう。で あのこれもね緒方光琳の波を見て、えー、波の作品を見て、えーまあ、インスピレーションを受けて、えー、描いたというふうに言われてるんですけど緒方光琳は金やったんですよ金に描いてたんですけども堺井法一はそれをから銀にして描いたこれが自信の作だみたいな感じで自分でも結構お気に入りやったみたいなんですね。 堺井法一と、まあ、これ波って言ったら、えー、一番日本で有名なや波の作品って言ったら、神奈川、沖浪浦、葛飾北斎のね、あの、ビッグウェーブ、バッシャー、世界で一番有名な日本の絵画と言っても過言ではない。その波が、ま、一番皆さんの頭にの思い浮かぶと思うんですけども、あの、面白いのは、堺芳法一と、えー、葛飾北斎って、ほぼ同級生なんですよ。 ほぼ同年に生まれてるんですね。で、同じ江戸で、えー、活躍してましたよと。まあ、会ってたかどうか分かんないよ。あ、多分会ってはないと思うんですけどね。あでも、お互いの名前ぐらいは多分こんだけ絵の業界でやってたらね。まあ、葛飾北斎もなか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 のパンチキいた、えー、人生歩んでる人でもうちょっと変わった、ちょっととこじはだいぶ変わってる人やったから、それはまあ有名になってたと思うので、お互い意識はし合ってたと思うんですけども、この神奈川沖波浦とこの波津屏風、どっちが先に書かれたかっていうと、えー、圧倒的にこちらを波津屏風の 方が早いんですよ。はい。 えー、葛飾北斎が神奈川・沖南浦を出した時には堺法一はもうなくなってたんですよ。なので、えー、こっちの波図屏風の方が先に書いてるっってていうことなんです、ね、って考えたら分、えーまあ、かんないよ分かんないよ分かんないけどももしかしたらそういったものをからのインスピレーションをちょっと受けて葛飾北斎があの神奈川・沖南浦作ったとか考えるドラマもまあ一つあって面白いんちゃうからなんかそれだけでねなんかドラマ一本書けそうな <laughs> そんなドラマはできそうじゃないですか。って考えたらめっちゃおもろいなと思ったんですよ。でこのダイナミックさで ダイナミックさこのね墨のこのブワッシャーってなるこれがねあのー、すごい迷い一切なく銀字にブワッて書いてるのがこからこそ伝わるすごさっていうのがありましたね。この筆墨の勢いつまりしくるわけにはいかないですからねしくるわけにはいかないんですけどもそれでもブワッて一気に書くこの力強さ堺法一ってなんかおとなしいイメージがあったんですけどこんなパワフルさを持ってたのねっていう新たな発見もあってもうめちゃめちゃ興奮ゾク,ゾクしましたね。でえー、このの作品っていうのは あの黒一色のように思うじゃないですかあので銀字に黒でわって書いてるだけかなと思うと違うんですよこれ甘いんですよそこ僕もそう思ってたけども実際行くと結構ね何種類かの絵の具を使ってるんですよ隠し味にこれがねすごかったこれがあるからあのエモさっていうのがこの作品から伝わってきて ああ、だから隠し味に合わせポエーマーと言われてる堺保一、堺、こいつさすがこんなところでこういうのを作って買ってんねんな、隠し味で使ってんねんなっていうめちゃめちゃ面白かった。あのエメラルドグリーンって言ったかな、ね、モスグリーンって言ったかな、ね、グリーン、薄いグリーンがところどころに使われてるんですよ。で、五分白ね、白の絵の具も、えー、波のところとかに結構使われてるので、それによってこの波の、えー、月明かりに照らされた感じのような、えー、こう表現、表情というのがいろいろ見え隠れするんですよ。これがね これをするからこそこの波の、えー ごし、描写に、ドラマが生まれるんだなっていうところが。さすが匂わせポエマーと言わらず、堺法律やな、その匂わせポエマーなんやねって、ずっと思うかもしれないですけど。それは以前堺法律まとめているので、よかったらそっちを見てください。あのー、まあ、シーオー、絵画の中に入れ込んでるような、そんな人なんですよ。その絵画を見たらな C が、なんか、シーガき、なんか、感じ取れるな、ドラマ、かが、感じ取れるなっていうのを。えー、匂わせるように、えー、やるのが堺法律の、テクニックなんですね。っていうのが、このなめずびょにも、めちゃめちゃ込められているのが、えー、現物みたい。な 感じ取れてもうゾクゾクしたワクワクした楽しくて知らなかったもう変態やなと思いましたけどいや、ほんまにそれぐらい興奮ゾクゾクしてたんですよ でテクニックもねすごいのがあって、あのー、左の屏風の、えー、こう波がこう同じような線がねバッシャーってこういってる描写があるんですけどこれはねこれも僕は初めて知ってたんですけどなんかねだたた、まあ、からイメージ的には橋を持ってふわーってやるような感じなんかなそんな感じで描くそんなふよ法あ堤内 <laughs> そ,、ね、そんなダイナミックに大胆にするようなイメージも多少はまああるか。 あるかまあ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 ちょっとあの勝手におじさんというあだ名も僕つけたぐらいなんでね、えー、結構破天荒なところもあるので、まあ、でもそんな妙法あんのっていうのも分かってこれでね堺法峰越のすごいなんかこう革新的なもうね奇想的な部分っていうのはすごい感じ取れてあええー、味するじゃないかこのナミズ屏ええー、味するなと思ってずっと言いましたずっと1時間ぐらいずっと見てましたこれはねめちゃめちゃ面白かったです。 であのそんだけ見てめちゃめちゃ面白くてワクワクしてたんですけども疑問がねあってこの疑問はね,問はね解けなかったんですよ。ていうかもともとねこのナビズオ風を見るときにここちょっと注意して,し,てして見ときたいなっていうのがあったんですけどそれは何かというとこれ銀箔に書かれてる銀箔を貼ってその上に書いてるんですけどもその銀箔のね退職の,の,の仕方がまちまちなんですよ。 まあ銀ってあの参加してくるんですね。あの時代を経るごとに、えー、まあ金も歩いてるところまで行くと、まあちょちょっとあのくすんできたりとか,なんかあるんですけども。 銀は特に酸化があってまあ錆びてくるというふうふに言われます、まあ、それが味となっていいんだよという、えー、多分堺法律もそこを意識して、えー、銀っていうのはどん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 時代が減るごとにサビていくわびさびというかそういうふうな、えー、朽ちていくんですけどその自体が、えー、いいじゃないか渋いじゃないか、ね、日本でいうわびさび的なところあるじゃないかそういうふうな渋さの、えー、こう 長い年月を超えてきたよっていうのも味になるからっていうので銀使ったんちゃうかなと思うんですけどその退職の仕方がまちまちなんですよ。なぜって思って、ね。 えって普通ね、も、あの、それ多少はね、あの、違いがあるのは分かるんですけど、それでは説明できないぐらい、なんか、えらいピッカピカになってるところもあれば、えらいくすんでるなっていうところもあって、それが、なんていうの、こう、タイル状になってるように見えるっていうぐらいね、すごいな、これ、なんでなんやろうなっていうのが、結局ね、あの、まあ、分からなかったというか、うん、なんでなんやろうなとあの。それの なんかそれっっぽいいいことを書ててる本っていうのがあるんですよそれがね「画境キーツ」っていう本で、えー、その本まあ、それはねあの、まあ、いろんなねあの情報こういうふうな情報とかを論文とかをいろいろ、えー、全部ギュッとまつめて小説にしてるから創作も結構あるとは思うんですけどその創作の中で書かれてるのであれば何、えー、かね 銀っていうのはどうしても退職してしまうからそれを退職させないようにするためのマル秘テクニックがあるんだよっていうのをなんかそのね専門家かなんかに教えてもらったとマル秘テクニックを教えてもらったらしくてそれはカ皮というものをえこう塗ってえちょうどいい度合いの濃度のカ皮を塗ればえ退職しなくなるっていうふうなマル秘テクニックを教えてもらってそれをめちゃめちゃ使ってえ何回も何回も失敗して描き出したのがこの涙みず屏風だよっていうあの説明の仕方だやったんですよ。まあさそ んね、ほんまかあの創作なんかこれは作者じゃないと分からんところかなと思うんですけどもでもなんか嘘っぽくも感じへんやんかったからそ,それちょっと調べたいなとえ「ほんまにそれ?」って火、ね、の,の谷のところにねあの煙は出ないって言うからねあのだからそどうなんやろうなと思って楽しみに来てみて見たけども分からんかったなとさすがにそれはね二河がどうのこうのはちょっとよう分からんけどもでも確かにあの光があんまり退色してなくて綺麗になってるところもあって。 ななので、えー、生じ嘘ゃないからなんなんのこのねあテクニックっていうのをどっかでね誰か解説してくれへんかなというので、ね、そんな本ないかなと思って僕はちょっと今調べてはいるんですけどもこれはね分からなかったんですよ。で、えー、これに付随してもう一個ね酒井、あのー、法一の代表作でいうと夏明草津屏風なんですね、あのー、こ今回東京国立博物館でやってる国宝展の重要文化財コーナーに置いてる作品があるんですけどもあれも銀の代表作なんですけども。えー この画教キーツの中で、えー、描かれている表現がある中でこの「夏秋草津屏風」っていうのも非常にちょっと凝った作りっていうのをしてるんですね。えー、そううなんていうのそれを見て、 でえー、ちょっっと確かかめたかったっていうのがあるんですその話をしだすとちょっと長くなるのでそれはまたスピンオフでまた別の時にお話ししたいなと思うんですけど、まあ、気になる方は「崖をキ,キーツ」っていう本を読んでいただければわ、えー、かるかなと思いますそこで書かれてるのがほんまにそうなんと思って見に行きたかったから、えー、東博は、えー、僕は第3ターンというところに行きましたよとでそれのあと、えー、この「なみず屏風」も見に行きましたよっていう流れになったのでっていうのがまあまあ見れたので今回の「東京出張は、ね」は僕の中ではめちゃめちゃ面白かった。あの謎はは解けけなかったけども大満足感は めちゃめちゃあったっていうのが、ええー、この涙屏風になります。はい、で。 えー、こちらの展覧会なんですけども、えー、聖果土文庫あと丸の内の、えー、展覧会なんですけどもあと1週間今日、えーとね、これ動画編集して、えー、土曜日に出ると思うんですけどもその出るのが12月の、えー、10日の土曜日の予定なので、えー、これ18日ぐらいまで確かやってるのであと1週間ぐらいやってるはずなので、えー、お時間ある方は是非あのこの青果土文庫を見に行っていただいてこの「ナミズ屏風」を含む他の予定編目とかもおすすめの作品もちろんそれ以外の作品もぜひ堪能して、えー、この聖果土文庫の このえー、晴れの舞台をね、えー、応援してあげていただきたいなと、えー、思います。 はい。このチャンネルでは今回のように日本美術はそれに関する様々な情報を発信しております。えー、今後もね、こういったレポっていうのは積極的にやっていきたいなと思います。というのは今まではあのどっちかというとまあ資料を読んで写真を見てご説明することが多かったんですけども、やっぱりね、それだけじゃ限界があるなと感じました。うん、あの今年のまあ中盤から後半にかけて結構ね、レポ行くようになって現物を見てそれでその上の知見でお話しすることというか増えたんですけどやっぱりね、生身 見たらよいいなって思いますあの写真では分からないようなもういろんな、ね、自分が感じるようなことがめっちゃブッシャーって浴びせられるのでそれを何とか言語化してお届けするということをした方がめちゃめちゃ面白くなるしめちゃめちゃレポもエキサイティングになると思いますので今後もね頑張って頑張って見に行ってブラッシュアップしてどん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 掛け軸軸面白くしていきたいなと思いますので是非チャンネル登録をしてね応援していただけると非常に嬉しいなと思います。よろしししくお願いいいたたまますそれでは今回もどうもありがとうございました お疲れ様でした。